学費が高い現状の中、私は現在奨学金を借りながら大学に進んでおります。学費は初年度から卒業まで500万かかります。進学を考えているので少なく見積もっても合計で1000万円近くの負担がある中で就職をした場合、私は15年ローンの奨学金を全額返済するまでに30代後半から40代前半まで借金を背負うことになってしまいます。有利子奨学生の場合はさらに高く、貸与額300万円の場合85万円の利子を負担することになります。学生にとってさらに負担なのが強行的な取り立てを受けてしまうことです。奨学金を長期間滞納するとクレジットカードの作成や住宅ローンの申請が困難になり、当時小学生であった社会人は精神的にも追い込まれています。また戦争法が施行されて今自衛隊員の任務拡大を危惧する中で脱退率が上昇し、必然的に自衛隊の数が減少する中、経済的に奨学金が返せない人に対して経済救助という名目で戦地に向かわせるというアメリカが行っているような手段が日本でも考えられ、命の危険まであります。私は当初学費が高いのは仕方がないと思っていました。しかし議会の場においてもとある自民党議員が貧困世帯の子供を進学させても女の子はキャバクラに行くというようなありえないほどな差別的な発言をがありました。果たして本当に自己責任論で済む問題なのかというふうに疑問に思っています。日本の大学事情はアメリカやイギリスでは主流の給付型の奨学金がない上に世界的に比べても学費が高すぎる現状です。政府は国立大学への予算を削減し学費値上げに動いていることで家計による負担が大幅に増えてしまっています。また高速道路のバイパスなどに予算を組んでいますが移動時間が数分ほどしか変わらないのに莫大な予算を公共事業につぎ込んでいることや内部留保が300兆円を超えていることから今一度予算について考え直せば学費に回せると思います。今月17日に新宿駅街頭で労働環境の実態を調べるアンケートを行いました。特徴的な声として今年の春から大学に入学したアルバイトとの掛け持ちをしている女子学生の方で試験期間になった際に任意に出世休みが取れない、取らせてくれないと話してくれました。どの大学生にとってもこの問題は深刻なもので学業維持のために学費や奨学金返済費用などにアルバイトをしている人も多い中ではありますが、仕事をすることで学業に支障が出て負担になるという負の連鎖が生じているといいます。山添拓さんが学生時代に実際に現場で学費値下げ運動に取り組んでいることや日本共産党がブラック企業規制法案を提出し、その結果厚労省が5000社以上の立ち入りに動きに入るなど、そういった実績があるからこそ、違法企業に対する是正の動きなどもブラック企業是正や学費奨学金の改革などの政策と実際の声との間に温度差をつけることなく、特に、政策の中で月3万円の給付型奨学金や全ての奨学金の利子を無利子にすること、1500円の、最低賃金に引き上げること政策など、私たち、学生にとっても強みとなっています。埼玉県では伊藤岳さん、そして東京では山添拓さん、何としてでも1議席当選、それぞれ1議席、確保できるよう皆さんで頑張っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。赤羽駅ご通行中の皆さん、私たちは日本共産党市民勝手連